So you think you were right?皆さんおはようございます。コーディスタッフのまきです。今回は朝の短時間でできるストレッチをやっていきます。今回は花嫁様のお悩みに多い巻き肩を解消し、美しい姿勢とポージングのための上半身のストレッチを行っていきましょう。はい、それでは早速やっていきましょう。後ろで手を組み、肩甲骨を背中の中心にぐーっと寄せます。組んだ腕を少し上に上げ、腕の前側、上腕二頭筋もピーンと気持ちよく伸びているのを感じてください。手を組んだ姿勢は変えずに軽くバウンスします。勢いをつけすぎず柔らかくバウンスさせましょう。前で手を組んでみぞおちを覗き込みます。先ほど背中の中心に寄せた肩甲骨を次は開くイメージで、そのままの姿勢で前に歩いていくような気持ちで左右交互に伸ばします。肩甲骨がよく動くと呼吸も深くなり、リラックス効果、デトックス効果にもつながります。伸ばす方と反対の手を床について脇を伸ばします。ゆっくり戻して、反対も同じようにじっくりと伸ばして、日常の動きでなかなか動かすことがない体側をこのストレッチでしっかりと刺激していきましょう。頭の後ろで手を組み、ぐーっと前にかがみます。首の後ろの僧帽筋が伸びるのを感じてください。肩こり解消、またすっきりとした背中作りに欠かせないストレッチです。いかがでしたでしょうか。美しい姿勢を目指してストレッチを頑張っていきましょう。次回はナイトトレーニングをお送りいたします。楽しみにしていてください。それではまた